はい、お疲れ様です。月曜日3日間開催終わりました。お疲れ様です。泡でございます。カンのパイ何気に YD 当たりましたね。2500円が7000円になりました。たけし君が3着に来てくれましてね、シンティレーション、そして人気数9番人気ぐらいですかね、8番人気か9番人気の5番のね、西のラブウィンク三浦厚生ジョッキー、これ休み明けですけどいいレースしてましたね。川田ジョッキーのね、馬が勝ちました。何気に1200-1300円ぐらいついたのかな。はい、ワイディ取りました。カンの倍。はい、そう、今日はやる予定ではなかったですが、来週から G1、 来週ドバイもありますのでね、日本馬結構出ますので、そっちの応援、高松の宮記念、今日高松の宮の一周前調教をちょっと見てたんですけど、レシステンシア、ライト音球、あれですか、グレナディアガースとかいいですね。ちょっと穴っぽいところ探してるんですけど、そんなに穴いないのかなっていう、枠天気ババジョッキーでね、グレナディアガースはいいみたいですね。パワーもあるし、あれいいな。人気馬を軸にあんまりしたくはないんですが、いや強いですよね。あとダイアトニックとか、あの辺も悪くはないですよね。水曜日、明日、明後日調教ありますか。はい、明後日水曜日の調教を見てさらに考えたいと思います。いただきます。うまい。あ、うまいね。やっぱこのちょっと野菜にお肉系、このハムがあるとかチーズがあって、うまいね。歯ごたえが変わるのでね。うまい。今日はマグロを買ってきました。キハダなんですけども、醤油につけて、もう漬けに使ったニンニク、そしてわさびってちょっと多めにね。おお、いきますね。お、うまい。脂乗ってんね。あ、これうまいね。後半はカトリーヌをお楽しみください。普通に散歩行ってきました。花とか咲いてますね。結構咲いてきましたね。家の近所も桜が咲き始めております。目黒川も結構つぼみから桜咲き始めて、結構咲いてるところ写真映像撮ってきましたので、スローの部分もありますがゆっくりご覧ください。それでは月曜日この辺で G1 撮りましょうね皆さん。カンのパイ。よし、水曜日動画上げます。それでは、よいしょ。だけど熊、あ、ダン、
たり。ダンちゃん、よっしゃ、座れ。いいね。もうすぐね、もう桜咲き始めてますよ。